はい、今回もですね、ネクサス動画解説を進めていきたいと思います。今回はですね、このモジュレーション。で、モジュレーションというのは何かと言いますと、音に動きをつけるといったものですね。例えば音程だったりとか、音量だったりとか、パンだったりとか、そしてフィルターのカットオフ。これらに動きをつければ、モジュレーションという扱いになります。結構こう、面白い音を作ったりするにはですね、このモジュレーション重要です。で、こう見ていただくとですね、左と右、重要なとこ分かれていますので、今回左側の解説を進めてみたいと思います。一番上なんですけども、これビブラート総数というもので、音程を揺らすよというものです。今何も割り当てられてないんですけども、クリックするとこのように割り当てることができます。で、このモジュレーションホイールというものはですね、ミディ鍵盤大抵ついているかと思います。これをですね、上下させることでビブラートをつけられると。アフタータッチというものはですね、一回鍵盤を弾いて、さらにですね、離さずに、そのままです、押し込むような形にすると発動すると。そしてこの下はですね、どっちでも発動するよということになります。一回やってみましょうか。モジュレーションホイールにして、そしてここ、ビブラートスピード、どのぐらい音を揺らすのかという速さを決めますね。一回これ弾いてみますね。で、このままモジュレーションホイールをいじると、こんな感じで波になります。で、このビブラートデプスというのはですね、音程幅になります。上げれば上げるほど、このような効果となります。そしてこの下、ピッチベンドなんですけども、このミディキーボードに大抵ついていますね。で、このピッチベンド、プラスにすると、音程が上がる。そしてマイナスにすると音程が下がる。そのような効果となっています。あとはですね、この下がる上がる範囲をですね、半音単位で調整すると。今48半、かなり極端になると思います。こういった形。あとはこの下でですね、変化スピードを決めて、上げれば上げるほど速くなります。といったものですね。こういうのもできます。そしてこの下ですね、ここかなり重要ですね。これ、ポルタメントの略ですね。ポルタメントモードとなっていまして、ポルタメントというのはですね、音程と音程をナチュラルにつなぐというものになります。これがまあ、オフだった場合は普通に演奏ができるんですけども、これが例えばポリだったとしましょう。和音でですね、音程推移が滑らかになります。はい。まあ、特に音程動いてないんですけども、これはなぜかと言いますと、このスピードですね。これをですね、例えば8分音符かけて音程を滑らかに。このようなサウンドをですね、聞いたことあると思うんですけども、このポルタメントを使用しています。このトリガーとレガート、ちょっと似ているので注意が必要です。まず共通点としては単音しかなりません。例えば和音で弾いたとしても、一番最後に弾いた音程がなります。この違いなんですけども、ちょっとフィルターを使ってやってみましょう。前動画でも解説したんですけども、例えばアタックを長めに取りましょうか。トリガーの場合ですね、鍵盤を離さないで次の音を弾いた時に、こんな感じでですね、押されたたびにですね、フィルターが最初に戻ったりとか、もう一回発音されるという扱いになります。ただし、このレガートはですね、音程が変わったとしても、実際前のですね、設定を引き継いでいるといったところに違いがあります。このあたりの違いでどちらがいいかというのをコントロールすると。特にこの2つはですね、ちょっと混同しやすいので注意してください。という形で、この左側は終わりましたので、次回はですね、この右側部分に入っていきたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 PC の方はスリープリークスのロゴをクリック、スマートフォン、タブレットの方は動画の下チャンネル登録をタップしてください。